いかんな。そんなことになれば長門の出番だが。やれやれ。何寝てんのよバカ。さっさと起きなさいよ。あんたは真面目に合宿するつもりあんの？ああ。寝起きの写真撮っちゃいました。寝顔も撮っておきました。よく寝てましたよ。え？寝顔も？朝比奈さんが俺を隠し撮りする理由は何だろう。ひょっとして可愛らしい写真立てに入った俺の写真を枕元に置いて横と夢の世界に行ってみる。何ニヤニヤしてんの？バカみたいだからよした方がいいわ。ミクルちゃんには今回 SOS 団臨時カメラマンになってもらうことにしたのよ。我が SOS 団の活動記録を後世に残すための貴重な資料とするわけ。でも撮るのは私の指示よ。それで俺の寝顔と寝起き顔のどこに資料的価値があるってんだ。合宿の緊張感も持たずに間抜け面で寝てるあんたの写真を晒すことによって後の世の戒めとすんの。いい？団長が起きてんのに下っ端がぐんぐん寝てるなんてモラルと規律と団則に反するんだからね。さあ行くわよ。不思議な島が待ってるわ。不思議な島ね。パノラマ島とかインファント島じゃないよな。せめて突然浮き上がったり泳ぎ出したりしなければいいのだが。大丈夫ですよ。何の変哲もない単なる離れ小島です。そこには怪獣も頭が一風変わった博士もいません。僕が保証します。お前の保証が一番信用できないからな。やあ荒川さん、お久しぶりです。森さんも出迎えご苦労様です。わざわざすみませんね。こちらが僕のかけがえのない友人の方たちです。こちらに船を用意してございます。我が主の待つ島までは半時ほどの船旅になります。不便かと存じますがご容赦のほどを。全然構わないわ。それでこそ孤島よね。半時と言わず何時間でもいいわ。絶海の孤島が私の求める状況だもの。キョン、ミクルちゃん、あんたたちももっと喜びなさい。孤島には館があって怪しい羊とメイドさんまでいるのよ。そんな島は日本中探してもあと2つくらいよ。2つもねえよ。あ、すごいですね。楽しみだな。森さんからメイドの何たるかを勉強しようとしているのだろうか。変なところで真面目なんだからな。それでその建物は何て呼ばれてるの？と言いますと航空士官とかリラ像とか高血状とかそんな感じの名前がついてるんでしょ？いえ、特におかしな仕掛けがいっぱい隠されていたりとか設計した人が非業の死を遂げたとか泊まると絶対死んでしまう部屋があるとか。ございません。空気が死んだ。ねえ、館の主人が仮面かぶってるとか頭の中がちょっと爽やかな三姉妹がいるとか、そして誰もいなくなったりしませんな、今のところは。まだじゃあこれから起こる可能性はかなり高いわね。そうであるのかもしれません。わあ、見えてきた。あれが館？別荘でございます。なんか普通ね。屋敷のご主人かしら。ずいぶん若いけど。僕たち以外の招待客ですよ。館の持ち主の弟田丸豊さんです。前に一度だけ会ったことがあります。そういうことは先に言っておけよ。俺たち以外にも呼ばれている人がいるなんて初耳だぞ。ようこそ。やあ、いらっしゃい。今日はお招きいただき誠にありがとうございます。こんな立派なお屋敷に泊まれるなんてものすごくありがたいと思います。全員を代表しここにお礼申し上げます。あれな、いつき君から聞いていた噂とは随分違うね。確かもっとフランクな少女だとばかり。あ、そう。はじめまして、館のご主人。早速ですけど、この館何か事件が起こったことある？それにこの島、現地の人からなんとか島とか呼ばれて恐れられている言い伝えとかない？私はそういうのが趣味なのよ。聞
君の趣味には大いに同調するけど、事件はまだ起こったことがないよ。つい先日完成したばかりの建物だからね。島の来歴についても特に不吉とは聞いてないが、無人島だったしね。さあ、立ち話もなんだからどうぞ中へ。洋風だから土足のままで構わないよ。あー、素敵な部屋。案外普通ね。まあ、一人一部屋ということでいいではないですか。ちなみに鍵はかかりますよね。もちろんだ。オートロックで締め出されることはないが、鍵はなくさないようにしてくれたらありがたい。妹さんは私と一緒ね。おとなしくしているんだぞ。はーい。怪しくないのが逆に怪しいわ。じゃあ見るからに怪しかったらどうなんだよ。見たままよ、怪しいに決まってるじゃない。つまりこいつの主観では怪しくないものなど一つもないということか。何がだ。犯人。何の犯人だ。まだ何も始まってなどいないぞ。到着したばかりだろうが。私の勘では犯人はここの主人圭一さんよ。最初に狙われるのはミクルちゃんね。世話になってる身で何物騒なこと考えてんだ。少しは高校生らしくだな。うん、そうね、まずは泳ぎね。海に来たら泳ぐ以外の何もすることはないと言っても過言ではないわ。やれやれ。まあさすがに春日でも心底人死にが出ることを望んでいるわけではないだろう。今回の旅で一番の収穫はこの瞬間だ。これでこそ海の合宿ってもんだ。楽しみ方は人それぞれですよ。余暇の時間は自分の好きなように過ごすべきです。特に鈴宮さんには退屈を紛らわすことができるようにこちらから娯楽を提供するまでです。こら、キョン、小泉くん、あんたらも来なさい。あ、私もこんにちは。誰がビーチボール。羊の荒川が料理長も兼ねている。なかなかのものだろう。ぜひお礼を言いたいわね。後で呼んでちょうだい。よく食べるね。お飲み物はいかがですか。どうしたの。ピーマン嫌い。ちゃんと食べないと朝日奈さんみたいになれないぞ。